疲れ様です。はい、今日はね、なんちゃってハズダービーの2回目の中間発表になります。はい、そうですね。まあ、前半戦はね、まあ、この間お知らせしましたけど、はい、暫定順位はね、1位は今のところ 22.0 センチの良平さん、ザ・ワザオっていうさ、イーサオで釣られていた良平さんが今1位です。2位はね、今 21.0 センチでケンさん。お、ケンさんが来てる。3位は 20.5 センチで花由美さん、これ岩手の方ですね。花由美さんね。そして暫定4位に宗蔵部長が入ってます。うわー、来ましたか。 20.3 センチ上を行ってますね、宗蔵部長ね。そうです。で、暫定5位がね、 20.0 センチで2名いまして、はい、みっちょんさんと、はい、2枚目赤間大先生。はい、私でございます。今実はね、みっちょんさんでしたっけ、うん、釣り具屋さんでお会いいたしまして、私との今同率ですねって声をまでかけていただいて。そうなんですか。本当嬉しかったです。ありがとう。そこで火花バチバチってなったんですか。いやいやいや、ここまで行きませんでした。本当にね、声かけてくれて嬉しかったですね。はい、わかりました。で、その後ね、はい、エントリーしてくれた方を今から発表したいと思います。はい、エントリーナンバー34。はい、これはね、ケンさんっていう名前だけど、ひらがなのケンさん、いつものケンさんと違います。ローマ字のケンさんじゃないです。英語のケンさんじゃなくて、はい、日本のケンさんです、ね、そう、ひらがなのケンさんが 22.8 センチ、なんと 22.8。 そうです。ツーツーパッパじゃないですか。ゆり上げのね、低山堀っぽいところだ。ゆり上げで、来ましたか。いよいよね、暫定今、そうするとこの1位になっちゃうね。エントリーナンバー35、はい、釣りバカ翔平さん。釣りバカ翔平さん、はい、21.0 センチ。これもでかいですよ。すごいですよね。これもう暫定3位ですね。3位になっちゃうね。深沼低山っぽいところで、手長エビ釣りをね、脈釣りでやってたらね、釣れたそれでヒットしたという。はい、じゃあ、餌も本当にね、小さくつけて、それでもやっぱりハゼが食べてくるというね、素晴らしい。まあ、もちろんノベザオだったのかな。じゃね、そうですね、多分、うん、これは本当面白い釣りだったと思いますよ、うん。はい、ではエントリーナンバー36、はい、36番、ヒロさん。ヒロさん、はい、19.1 センチ。おー、来ましたね。荒浜漁港っぽいとこでやられたそうです。荒浜漁港、うんうんうん、ダイソージグサビキでね、釣れちゃったらしいですね。あら、サビキにもハゼが来たりするんですか。私はあんまり経験ないですね。そうですね、素晴らしい。これもね、結構ね、まあ、なんていうの、みんな大きいからあれだけど、 19.1 って言ったら大きいですよね。大きいですよ、かなり、はい。続きまして、エントリーナンバー37、はい、ポンポンさん。ポンポンさん、これね、ちょっと驚きですよ、うん、はい、24.0 センチ。24が来た。いやー、24センチか、ちょっと、うん、これまた入れ替わりましたね。鮎川漁港っぽいところ。鮎川で、あ、石巻の方ですか、これは。そうです、そうです、ね、はい、改良ブラーでね。お、やりました。午後の3時ぐらいに釣れたそうです。あ、ブラーで釣れた。俺もブラー使いますからね。そうですね、まあ、もうこれ1位ですね、今ね、24.0。変わりましたからね。 24.0 って赤間大先生は釣ったことありますか。ちょうどね、私の記録が24センチなんですよ。そうなんですか。じゃあ今までの人生経験のトップと並んでますね。初めてその24センチ丘に上げた瞬間、一応ハゼだと思わず、こっちの小さいのかなと思ったくらいでね。もうそしたらよく見るとハゼなんですよね。別な魚に見えるほど、まあ、本当そうですか、うん、でかいですよ。まあ、そういうすごい記録が出ました。はい、じゃあエントリーナンバー38、はい、38、ヤンチュさん。ヤンチュさん、はい、18.0 センチ。塩釜港っぽいところらしいです、ね。まあ、ぽいところ、ね、ぽいっていうのは微妙なラインの、うん、まあ、そうですね、あれだね。仕掛けはね、ハゼスプって書いてあります。ハゼスプってハゼ用のスプーンなんですか。どうなんでしょうね、それ私もちょっと分かりませんけど、もしかしたらスプーンを改良してハゼ用に使ってるから、ハゼスプーンかな。そうなんですかね、それともそういう商品があるのか、私も分かんないです ね、 ね、まあ、この方は18センチなんですけど、うん、結構いっぱい釣ってて、あら、でもね、どれも18センチぐらいだったっていうことで、でもまあ18センチのいっぱい釣れるってすごいですね。いい方のばっかり釣られてるんで、うん、これは本当に面白いですよね。じゃあ続きまして、エントリーナンバー39、はい、早すぶりさん。早すぶりさん、
20.0。 釣り竿でも早すぎるんでしょうかね。20.0、 あ、私と同じじゃないですか。そうですよ、20.0。 まあ、この方も塩釜っぽいところ、はい、なんかね、山形から来たそうですよ。あ、そうなんですね。なんかね、そして赤間大先生賞が欲しいんだって、あ、そう書いてありましたね。まあ言ったからもらえるってもんでもないでしょうけど。そう甘くはないですよ、私も書いて、まあ、赤間賞欲しいですよって書いてありました。そして 20.0 だからね、うん、で私の賞を見てがっかりしたりなんてしてね。でもまあサイズ的にも赤間大先生と同じサイズ で、ね、ぴたんぴったりですね。どれだけ赤間大先生を大好きかっていうのが分かりますね。 ありがとうございます、はい、じゃああげようかな、やっぱね。まあ、エントリーナンバー40、はい、初心者親子さん。あ、はいはい、初心者親子さん、分かりますよ。今ね、あの暫定順位では一番ビリッケツにおられるんですけど、うんうん、あの低山堀にこういうとこにお子さんと一緒に、一緒っていうか落ちちゃったね、親子。ああ、そうでしたね、そういえばね、はい、19.5。 お、いました。これ本当に一気に上がってきましたね。記録伸ばしましたよ、むちゃむちゃ。今回はね、あの低山堀に落ちないで 19.5。 ああ、そうですか。仕留めたそうです。素晴らしいですね。で、今度はあの海に落ちてもらいましょう。それは冗談ですけれどもね、低山堀も良かったですね。でも低山堀記録むちゃむちゃ伸ばしました、うん、はい、すごい本当にね、はい、努力の本当に実ってますよ、本当にね、はい、続きましてエントリーナンバー41、はい、浩二さん。お、浩二さん、はい、17.5センチ。あ、浩二さん、もうちょっと頑張ってよ。17.5 ってまあまあ大きいじゃないですか。いや、大きいですよ、大きいですよ。大きいけど、まあ大きい記録ばっかりね、うん、こう。いや、浩二さんのね、うん、私実力知ってますけど、まだまだいけますよ。あ、そうなんですか、じゃあまたこれからいけますね。浩二さんっていうのはね、このエントリー、このハゼダービーに、はい、一番最初にしてくれた人なんで、まあなんか頑張ってほしいなっていう気持ちがあります、うん、はい。エントリーナンバー42、はい、龍さん。龍さん、はい、4.5センチ。お、これ釣るの難しいですよ、ミニミニ、はい、小さいのね、うん、東松島っぽいとこでね、釣ったらしいんですけど、はい、まあ、これのハゼはねダメだったけど、ね、同じところでね、マゴチ50オーバー釣れちゃってね、お子さんはとてもそっちに喜んでたということです。そりゃそうでしょうね、はい、私だってそうなりますよ。まあまた 4.5 だからね、どんどん自己記録伸ばしてほしいですね、はいはい、でエントリーナンバー43、はい、三平スタイルさん。お、来ましたね、福島県から。そうです、ね、はい、ありがとうございます。三平さん、YouTuber、 13.5センチ、はい、13.5 センチ、いいですね。福島県のね、相馬港あたりっぽいとこらしいですね。ね、日本人の平均と言われているのがね、 13.5センチ、のどうでもいいんですけどね、はい、三平スタイルさんはね、青竹で自分で作った竿で釣られています。青竹、これは赤間大先生も子供の頃って竹とか取ってきて、もちろんそうです、竿にしてましたね、うん、そうです、そうです、ですね、藪から竹を取ってね、よくあの釣り竿にしてましたね。それをね、もう自分で三平竿っていう、名前つけてやってる。あ、いいですね、はい、釣れる瞬間の動画まで送ってくれたんで、まあこんな感じです。三平さん、本当ありがとうございます。で、やっぱりなんか三平さんもね、赤間大先生賞欲しいって書いてありました。そして自分でなんかユニークで頑張ったでしょうみたいな、自分で賞つけてましたね、自分のこと。じゃあ自分に何かね、三平さん買ってあげてください。じゃあエントリーナンバー44、はい、44番、ミヤウーさん。おお、はい、12.0、 12.0、はい、なんか低山公園っぽいところらしいですね。はい、それでも全然、ね、いいですよ、エントリーしてるのがね、やっぱりね。そうですね。2024年秋、ハゼ釣りをしたあなたの思い出を YouTube で残しませんか？まあ、どこの漁港に行ってもね、ハゼより人間が多いですねって書いてありました。その通りでございます、はい、まあ、ハゼシーズンですからね、人気魚種ですからね、はい、ファミリーフィッシングにもかなりいいものですからね、うん、そうですね、はい、はい、じゃあエントリーナンバー45、45番、はい、ひーちゃん。ひーちゃん、はい、21.7センチ。うわー、でかい、羨ましい、羨ましい、本当にね、21.7、これなかなか釣れるサイズじゃないですよ、本当にね、20センチ以上のものっていうのはね、
石巻っぽいところらしいです。スプーンの 7g に磯目、なんかステッカーもらったことありますって書いてありました。ああ、そうなんですね。だから赤間大師先生から多分もらったと思うんで、多分会えばね、自分も覚えてるかなと思います。そうですね、はい、はい、遊びに来てくださいまた、ね、はい。エントリーナンバー46、はい、ペイコアツミさん。ペイコアツミさん、はい、21.0cm。 なんか私の記録ずん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 もう下がってて、もう消えちゃうんじゃないでしょうかね。2枚目赤間大先生の 20.0 っていうのは霞んできました、はい、霞んできました本当にね、はい、去年ぐらいからね、ハゼ釣りにハマったそうなんです。ハゼ釣りも楽しいし、うん、ハゼも美味しくて、そうなんですっていうことらしいですね、はい。じゃあエントリーナンバー47、はい、精神さん。精神さん、はい、18.0cm、はい、立派なサイズですよ。まあ大きいですよね、18.0 って言ったら ね、この方は ね、仙台港 NX パークで知られたそうです。仙台港、9歳の息子さんがね、初めてちょい投げで釣った魚らしいです、おお、それは本当におめでとうございます。いいですね、それをねエントリーしていただくなんて嬉しいですね、本当にね、ちょっとこの動画にこの写真載ったのも記念にしてほしいですね、うん、ですこの息子さんが大きくなってもね、あんたが9歳の頃釣ったハゼがここだよみたいな ね、熊丸さん一つ記念にビシッと載せてってくださいね、はい、じゃあでっかく写真載せておきます、はい、ここまでがね今んとこの週間発表第2弾です、ね、はい、です。で、私の周りもね、狙ってる方々いっぱいいらっしゃいまして、でもやっぱりあのサイズが出ないからね、エントリーしないという方々がね、やっぱりかなりいらっしゃいます。あ、そうですね、釣り上手な方こそ、もしかするとちょっとプライドありますからね、こういうふうにね、名前とかもね、呼ばれて、まあ、釣った魚とかもね、出されてね、それだけでもね、結構楽しめるんじゃないかなと私とも思っております。だから皆さんね、どしどしやっぱりエントリーしてもらえれば嬉しいかなと、サイズ気にしないでね、そうですね、楽しんでいきましょう、うん、まあどっちしろあの締め切りまで自己記録が更新、何回でも可能ですからね、可能ですからね、とりあえず今満足しないサイズでも一旦エントリーだけはね、そうですね、みんなしてほしいですね、はい、でここまででね、今日の発表を入れると暫定1位がポンポンさん 24.0cm、はい、24cm、 私の記録がね、で暫定2位がひらがなのけんさん、ひらがなけんさん、はい、22.8cm、 これもすごい本当に。で暫定3位がりょうへいさん 22.0cm、 はい、りょうへいさんすごいですね。暫定4位はひーちゃん、ひーちゃん 21.7cm、 暫定5位が 21.0cm で、まあ、ここまでが5位です。だからもう5位のところには2枚目赤間大先生もいませんし、霞んじゃいましたね、完璧に、宗蔵部長ももう5位から下に落ちました、はい、撃沈、我々撃沈しております、はい、ということでね、はい、一応10月の中旬の段階での週間発表がこんなところでした、はい、素晴らしいですね、ね、今後ともね、本当にハゼ釣りもうちょっとね、まだまだ10月今半ばですか、ね、半ばです、まだまだね、あと2週間、さ締め切りまでまだ2週間以上あります、ね、皆さんね、どしどし応募してくれるとね、エントリーして楽しみましょう一緒にね、こういうの釣ったよみたいなね、うん、で私とはよくあの熊五郎さんたちと会った時、この前エントリーさせてもらった誰々ですよなんてね、声かけてもらうとまたまた嬉しいもんで、私たちもね、本当にね、ありがとうございます、よろしくどうぞ。
つチャンネル登録、一つグッドボタン、一つ心温まるコメント、あっぱれ釣り部三種の神器よろしくお願いいたします。